ちは。こんにちは。この時期まったりするだろ。しますね。ちょっとね、なんかまったりするとさ、時間ができると、変なこと考えるよな。いや、お前の変なことと俺の変なことじゃない。じゃあ私の変なこと？なんだと思います。俺は、なんだと思いますって、お前の気持ち想像したってしょうがないんだ。まともなことしか書いてない。いや、俺は妄想豊かって言われて、知ってますよ。知ってる。妄想ばっかりこう描くんだけど。すごいですね。そうだ。いや、俺の妄想っていうのは、例えば YouTube の次に、何かできることがあるんじゃないかなっていうとか、時間があっちゃう。あるとね、余計なこと考えちゃう、次に挑戦することはとかさ、新たにね、新たに、だから余計なこと考えて、そしたら横道にそれちゃうんだよ。はい、そしたら本腰が入れれなくなる、でも今年は YouTube が楽しいし、本腰入れられてるんだよ。いいですね。だから余計なことは考えないんだけど、野球選手でさ、暇与えちゃうと余計なことがやっちゃうんだよね、いろいろ。どういうこと？例えばまあ遊んだりだとか、まあ遊ぶのがいいよ、1年間やったからね。なんか変なビジネスにハマっちゃったりとかとか、あまあいろいろ、あまあ女性とかもあるんじゃない。いろいろ ね、はいはい、時間があるとあると ね、はい、しちゃいます ね、だからあんまり自由を与えたくないなるほど。里崎の見たんだけどさ、里崎はどちらかというと、そう秋はもうやんなくていいみたいな。そう、秋季キャンプ練習、もう馬で言えば放牧しちゃえみたいな、フィーンみたいになっちゃいますよ。もう自由にしちゃえみたいな感じなんだけど、俺はちょっと考え方が違って、自由を与える選手と与えられない選手がいると思うんだよね。はいはい。でやっぱもうベテランとか確固たるレギュラーだとか、実績を持ってる人たちっていうのは、まあ別にやる必要ないと思うんだよね、でも若手でこれからっていう選手は、俺はやった方がいいと思う、それなぜかというと、俺がそうやってきて今でも自信になってるから、秋季キャンプが、ほらね、厳しかったよ。秋季キャンプそんな厳しかったんですか。いや、めちゃくちゃ厳しかったのは、はい、ジャイアンツで、長嶋さんがやった伊藤キャンプ、地獄の伊藤キャンプっていう、そういうのが一番秋の有名な、事柄で残ってるんだけど、そのメニューを関根さんが持ってきたんだよ、太陽時代の監督の時に、その時にやったメニューが、多分9時半からだったと思った、練習が。でアップを1時間ぐらいする。1時間アップですか。ストレッチやって、どうのこうのして、ランニングしてって。で10時半でしょ、で着替えて、10時半から12時まで、ずっと打ちっぱなし。ずっと打つだけ。まあだからグループに分けられてて、はいはい、ね、メインで打つバッター、ティーをひたすら打ってるバッター、で鳥かごに入ってバントひたすらやってるのが1時間半。だから30分で校庭で回るんだよ。どっちにしてもずっとバット握ってるってことですね。もう振らされた振らされた、ブルブル震えてきません？ブルブル震えるよお前、至るところが。いや、そうですよね。いや、それで、昼食だよね。まあ1時間ぐらい、空気にならないよね、それだけ動いてると。いや、入っていかないですよね。入っていかない、まあとにかく体を休める、で午後1時から、次が50分かな、マンツーマンでノック打れる。もうふらふらだよ。外野手は2時間だよ。2時間？3人で2時間受けっぱなしだよ、ノッカー2人で。で俺らは内野さんだった、内野だったから、もうとにかく、これなんか鳩の音がする。なんで、誰かいる？誰かいるよな。なんかいる。なんかね、うううって言ってる。これね、俺の予想が当たってた鳩だよ。ここを膨らまして、って。誰か入ってきちゃった、だから鳩が。飼ってんじゃない？飼ってんの？まあいいや。まあいいか。ちょっと待って、この中で喋り続ける。いや、喋り続ける。まあいいか。このぐらい音をかき消すぐらいに熱く喋る。そう、集中しないで、ね、そうそう。
まあ午後から俺らは50分ぐらいマンツーマンでノックバン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 みたいな飛びついたりなんだかんだして、前に出てきたらもうフラッフラだよ、ね、でそこは内野はウエイトと分かれてんだよ2班に。ああ、はいはいはい、ウエイトするチームと、チームと内野の、内野のチームと、チームと、で交代するでしょ、はい、でウエイトなんかできないよね。いやでもね、俺もねコーチになって分かるけど、うん、そこが憩いの場にしてるんだよ。え、そのトレーニングのところ、だからそこはコーチもつかない、自分たちでうまくやるっつって。あ、だからちょっと休めたりとか、まあ、そう、いやじゃないとね無理でしょ。お前フラフラでウエイトなんかやってたら首締まるよお前怒ってくる。いや怒ってくる、危ない危ない。いやそうやって、でその工程が終わるでしょ、そしたら強化ランニングってあるんだよ。そっからの、走れポールからポール、はい、何メートル、1、2、3のウサギ跳び、1、2、3の1、2、3でしゃがみ込んで1、2、3、ただでさえでポールからポール、で宇宙間、はい、はい、ね、から1、2、3、1、2、3、でセンター、はい、1、2、3、1、2、3、これが1セットなんだ、はい、これを10セットぐらいするんだよ。いや無理ですよそれ、もう科学的じゃないでしょ。いやもうもうヘッドヘッドだよ。じゃあそれが終わった後に、まだある？ランニング直線ので、終わるでしょ、はい、で温泉に、温泉だよ。あ、もう今考えたらさ、もう毛細血管とか切れまくってるじゃないそこに温泉が入るってもうありえないよ、血だらけだよなんか上がってきたらね、上がってきたらどうしたのって、もうそう、いやそれもうくっそ熱くて入れないんだよ熱っとか言って、確かになんだこれとか言って。いやそうですよね、逆に水風呂入りたいぐらい。いや水風呂もあるんだよ、もうそっちメインになっちゃう、ね、最初入ったら足つかねえっつんだよ沈んだっつんだよ、危ないよお前それ危ないね、危ない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 。でも、そういうのを毎日やったんだよ。え1ヶ月間ぐらい。いやすごい。でもそれ2年間やった、はい、でもそれはね、俺は自信になった、あ、そうなんですよ。自信になった。それはこんなにきついトレーニングをやったんだからっていうモチベーションというか、いやだから俺はそれがなんかすごく怪我をしない体も作ってくれたし、だからそこであのリタイアする選手もたくさんいたんだけど、だけどそれをやりきったという自信がなんかプロ生活を支えたような気がする。あ、だからまあ佐藤のように、そのやらない考え方の人は、それはそれでもいいんだけど、はい、俺はなんかすごくそれが自信になって、プロ野球生活を進めたから、でも毎年やるもんではないな、あれは。まあそうですよね、だから若手の時にここって言った時に、レギュラーをつかみかけるとか、レギュラーの成り立てだとか、そういうのをやらすと、すごく良かったよね。そうですよね。だから今のベイサーズ、DeNA も俺と中畑さんが、あのメニューを組んだんだけどさ、まあそれは1日1000回を目標に振らしたよバット。みんなフラフラでした、でノックもマンツーマンで受けたようにやらした、伊藤キャンプのように、でトラックがあったから、まず1本トラック 400m を1本、300m を1本、200m を1本、これが1セットで、これは5セットぐらい。あの筒子が全身痙攣で倒れたからね。全身痙攣起こしちゃったんですか、大丈夫かって言ったら大丈夫です。でも痙攣が収まってからあいつ走ったからね。いやすごい、やっぱりね、鍛える時っていうのは、やっぱそういうこう壁を越えるというかさ、限界を越えるというか、そういうことはやっぱ多少なりとも必要だなっていうのは俺は感じた。そういう時期は例えばまあ1年か2年かその若手に必要だってことですよね。必要だと若手に限ってはっていう、でその時のさ伊藤キャンプ、俺が22、3の頃やな、可愛い子が見に来たんだよ一人あ、秋季キャンプに、でも明らかに子供なんだよ。明らかに子供、明らかに子供、10代で、いくつって聞いたら、中1か中2だったと思う。じゃあ13歳14歳ですよ。本当にね、あ、まあまあ少女だなと、可愛いなっていう、ほら誰か聞いたら誰のファンって言ったら、俺のファンだって言うんだよ。おっ、おー、いいじゃないか。でも中学生だから、そりゃそうです、当たり前ですよ。いやだから恋愛の対象にもなんない、なんないなんない、ね、そこはね、それが、あの、え、あ、じゃあ応援して、いつもありがとうねとか言って、来るたんびに、だから休みじゃないと来れないから、向こうがね、で来る休みのたんびに来てくれてた、
で話すようになったりとか、うんうんうん、まあ昼食1時間の間の50分ぐらい休んで、うん、まあ始まる10分ぐらい早く出てきて、うん、お前お腹空いてないかとか言っておにぎりあげたりとかし してたの、はい、でどうしたらいいんだって言ったら、うん、え、宇多川さんのお嫁さんになりたいって言うわけ。かわいい、うん、かわいいなとか言ったら、じゃあ一生懸命勉強しろよとか言って、うん、ね、うん、でまあそういうのでこうそういうのと音沙汰がなくなるじゃない、まあ、もちろん大体ね、うん、で俺が沼津にオープン戦行った時、はい、宇多川さんって声かけるし、もうめちゃくちゃ綺麗な子がいたの、うん、で花束持って、はいはい、ミス沼津か準ミスかなんかな、あ、じゃあ綺麗だやっぱり、うん、いやそれで行こうとしたら、うん、あって言ったら、うん、覚えてませんかって言うわけ、はっ、えあの伊藤キャンプ乗ってってめちゃくちゃ綺麗になってた、大人になって、あスタイル抜群だった、あそんな鼻息あるのか、いや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 、もうね練習がいっぱいでそんなにね先の先見の目を光らすほど、ね、余裕がなかったんだね、めちゃくちゃ綺麗な、そこで再会したわけですね、沼津で、うん、その日はいやその日はもう花束もらって、いや花束もらってて、うん、球場のセレモニーの花束を私に来ただけの話だから、うん、そうだったんですね、うん、いやそこで再会、うん、いやでも嬉しかった、綺麗になってたし、まあそうですよね、うん、その時言おうかなと思ったけど、お嫁さんになるって言ってくれたよね、いやもうその時いますよ、いるな、そんなに、うん、綺麗だったね、そうだね、うんうん、でもその時聞いたら19歳とかなんだよ、おー、ま、じゃあ一番これからね大人乗ってくるところで もしかして今も見てるかもしれない、あの時の方連絡お待ちしています。